トカ日本庭園研究室のトカです。今回は基本的な石の据え方を紹介したいと思います。見かけの平板、その他ですね、水平にする方法、またはかませ石の工法です。かませ石の工法についてはやはり皆様から一番要望が多かったので、今回はこの企画にしました。固定の研究をされた方、固定の修復工事をやった方は皆さんご存知だと思いますが、一般のやはり造園の教科書になかなかこれが載っていませんでしたので、今回はこの企画にしてみました。それでは解説いたします。こちらですね、まず横ですね、水平取りまして、そして今度は縦ですね、片側に石を乗せて水平を出すという方法です。まあ、傷にならないようにね、バンドを使ったり、まあ、挟むものもあるんですが、今回はあえて分かりやすいようにということでこれにしました。ちょっとハレーションを起こしてて水平器は見えないんですが、これがちょうど水平器の玉がですね、中央に行けば水平だというところです。私もね、若い自分にはチェーンブロックで何度もね、上げて下げて上げて下げてやったんですけども、なかなかね、その水平が出せなかったんですね。要はこの蛇口でまずこれを調整して、後からこの石で調整、最初にセンターを少しこっち側にして一回チェーンブロックで吊り上げるんです。そしてハンマーとかバールで叩いて、ここでまずセンター出す。そしたら今度これをずらす。ここの蛇口を叩くことによって、でさっきバンドでやりましたよね、まあ、それでまあいろいろ先輩方からもね、指導いただきまして、まず蛇口を叩いて決める、そして左右のバランスですね、これ石の重さで調整するという工法を教わりました。次にですね、石のこのワイヤーに小線って言いますけど、まあ、バールを引っ掛けて、それで水平にする方法ですね。特にまあ手で押さえる方法もいいんですが、設計者の方がいますとやはり邪魔になるので、それでまあ見た感じですよね、もうちょっとこう上げろとか下げろと言われた時に、やはりその施工者としては邪魔にならないようにということで、こういった工法を用いています。これは昔本に書いてあるものを読んだものです。それでこれで当てるの。これは分かりやすいようにですね、平板使ってますが、これは自然石の時でも同じです。こちらは必ずワイヤーを左手で持って、そして足で押さえて、バールでこじってこう合わせるという、そういうところです、ね、これで調整してる。それは護岸の時も組む時もだから、水平にしまって調整しろって言われたら、こうやって調整する。ここにで、これアスファルトだから下刺さないけど、刺さるんで、バールを当てて、こう護岸その他の岩組み、これは大体この方法を使ってます。で、あんまり人がいっぱいいるとやはり見づらくなるので、大体この方法を使ってますね。わかりますかね、こう合わせていく方法ですね。で、本来これ自然石なんですよ。自然石同士をどんどん組み合わせていくんですが、やっぱり相場がいい、相場が悪いという、そういうところを説明しているところです。場合とかは、分で開けて、それでこうやってやって相場を合わせて、これで合わせましたらね、これでかませていくんですね。かませ石っていうのはですね、やはり順番が大事なんです。まあ大きさもそうですが、打ち込み加減ですね。あんまりね、その石の相場の方に先に強く打つと離れます。離れた石は絶対元に戻らないので、それでひねりながら相場がいいところをかって合わせる。ですので、反対側からですね、この場合だと右側からかませていくという、そういう工法を用いています。石は組み合わせて強度を上げてるから、一石一石は弱いんですよ。そしたらこっち側にかませていくんです。これは実際にやってみないとわからないものだと思いますので、ぜひ、ね、やっていただきたいなと思います。私は千葉に住んでるんですが、赤土なんですね、石がないんです。ですのでね、だいたい月棒で決めるんですけども、大雨が降ったりねしますと必ず石が狂います。あとはそうですね、時間が経ってやっぱりこう隙間が空いたりすることもありました。こうやって相場合わせるんですね。こちらはですね、まあ、自然石なんですけども、まあ閉店にせよという時に、中央にですね、これ石入れます。手入れると危ないので、これバールで寄せてます。ここアスファルトの上でやっておりますが、実際にはこの下はグリーシー、または砕石などを転圧して、そして中央にこう小さい石を入れるんですね。これは大きい石であれば、やはり大きい下にかませを入れます。これを中央に入れますと、ほとんどですね、どんなに大きい石でも大概手で動きますね。もう2トン3トンあっても手で簡単に動きますので、この工法はいい工法だと思います。で、今真ん中に入れましたよね、小さい石を。
それでちっちゃい紐を切ってこうやってやって調整する。でそしたらここでちょっとかましてで下がってる方を上げまして石を剥がせます。下がこれ地盤が緩いとまやはり下がってきますので、ですので下やっぱり採石打つなり、まあ、グリーン石なりまたは後からですね、やはりそういったグリーン石採石などを入れて突っ込むといいと思います。大きい石でもどんなに大きい石でもほとんど手で上がる。真ん中に入れれば真ん中が下がんなければね。でここ下がスパルトで平らですけど、これが採石だと思ってグリーン石採石だと思ってもらえる。で真ん中に必ず石を1個入れる。1個入れると必ず下がるから。これ微調整が簡単なんですね。出したり引っ込めたりする方法、今それをちょっとお見せします。これはね、中央に石を入れてっていう説明をしてるのかな。でこれ微調整のやり方です。もう一度やりますので、よく見ていただいて、で分かりやすいようにこれ何度も何度もやってます。いわゆる早い話がですね、この下に入るかませ石がどの位置に入ると高くなるとか、そういうことを実験的にやってるところをお見せしてます。もうちょっとだね、今回石入れたいな。うんとね、待って、じゃあこれがダメだ、これ抜く、はい、そう、でこうして、じゃあそっち上げる、こう、そう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 、はい、入った、このくらいかな。で例えばこれで、もうちょっと下げたいなと思うときにはこのくらいで、うん、あ、いいよ、あ、持ってこなくていい、あ、そう、で、その入れ具合をちょっと調整して、引っ張って、引っ張る、引っ張る、もっと、で、これ下がるでしょ、もっと引っ張って、手前に引っ張る、手前に、そう。で、これ下がるでしょ。で、入れていく、どんどん。で、こうやってもうちょい入れて。そう。で、こうやって調整していく。ちょっとちょっとちょっと、はい、もうちょい入れて。なるほどね。わかる？こうやって調整する。そうすれば自由に。わかりますかね？この出したり引っ込めたりすることによって微妙に高さが変わる。本当にね、これを知らない頃は随分苦労しました。もうどんなにやってももう一日中やっても決まらなくて、また次の日になると下がってましてね、そういう経験があります。石の下っていうのはね、普段見えないのでみんな土だと思ってる方多いですが、やっぱり釜石使います。だから一番大事なのはこの真ん中に小さい石、こちらは釜石です。下にやはり石を入れまして、その上に乗せます。これでだいたい転圧できるので、これ以上下がらないところまで行けば釜石は効きます。こちらはまあ釜石石を据え付けます。一旦ですね、これは下ろしてワイヤーを抜いて微調整するという、そういう方法ですね。次の石とのやっぱり当たりもの問題もありますからね、ここはやはり経験が大事かなと思いますね。あんまり釜石が大きすぎると次の石に当たるんで、合わせていった時にですね、こちらはそうですね、グリーン石を入れまして、それで調整するという方法です。これが微調整です。まあ、ふんどしって言いますけどね。わかりますかね？今動いてます。これで微調整しまして、で決まった角度のところで打ち込み始める。はい。で何枚も重ねていいと思いますけど。でこちらは隣の立石ですね。やはり同じです。でワイヤーがちょっと細いかなと思われるかもしれません。前回の時にもお話ししたように、やはりねワイヤーがあんまり太いとくるんですよ。ですので細めのものを使っております。またこれ緑のラインこれレーザーレベルです。高さを出しまして、釜石石が見えないようにということですね。こちらはまあね、ちょっと創作的な船石を捨てるところなんですが、あんまり高いのでで下げるところです。これ悪い例をお見せします。かませないとか倒れてくるんで、ですので必ずここかませてください。かませれば大丈夫です。かませまして、ここでワイヤーのへび口変えまして、これ微調整します。必ずかませるとワイヤー動くんですよ。簡単に抜けますしね。ですのでね、かませてやっていただければなと思います。はい。これで微調整しまして、そこで打ち込みます。打ち込むのはだいたいオーハンマーがだいたいバールがつきますね。こうやってあまりね強く打つと割れますけど、割れても大丈夫です。ほとんど決まっちゃいますから。最後にこれ間ですね、いい画像がなかなかなかったんですね。で昔やったのもあったんですが、昔はちょっと画質が悪いので、あえてまあスタッフから言われまして、これを現場にしました。でこれ右側見えますか、必ず釜石に乗せるんです。相場が良ければ
相場が悪ければこの鎌選手は外しますね。ちょっと細かいところがないんですが、これで前後に打ち込んでということです。この後現場の写真をお見せいたしますので、静止画ですが皆さんで判断していただければと思います。今回ちょっとまあ説明があまり良くなかったかもしれませんが、とにかくやってる映像だけ見ていただいて、それでまあ皆さんでね判断していただければなというふうに思います。本当にこの仕事はねいい仕事なんでね、ぜひね次の世代の方々の参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。